してそちらの我が砦を救っていただいた彼は？この方は望月東也さんと申しまして、私のご栄というか未来の旦那様です。え？おお。いや違う、違うような違くないような微妙なところです。どうやって、なんで僕の布団に。奥間くん、これは一体どういうことですね。これはそのつまり、返答を誤ったら確実に殺される。泣かないでくれ。はじめくん、ちゃんと抱きしめてやんなさいよ。これは、お久しぶりの放置プレイ。帰りました、春姫さん。お帰りなさいませ、ベル様。うわ、6人分だから大変でしょう。僕も手伝いますよ。いけません、ベル様。いいですよ、慣れてますし。いえ、そういうことではなく。気にしないで。気にします。なーに楽しそうにしているのかな、君たちは。ヘスティア様。神様。まずい。トーヤさん。はい。私はトーヤさんが好きです。え、うん、隣、やっぱり安心するっす。昨日はなんだか眠れなくて、お兄ちゃんのところに。あら、家ですわ。奥間くんの妹さんに向かって私たち。あの先輩。あ、ごめんなさい、手が勝手に動いてしまいましたの。あいゆえに。お兄ちゃん、この人。はじめくん、私もはじめくんについていかせてくれないかな。うん、絶対ついていくから。は？お前にそんな資格はない。資格って何かな。はじめくんをどれだけ思っているかってこと。だったら誰にも負けないよ。ほほ。今決めたよ、今後僕のファミリアでは男女が手を触れ合うのは禁止だ。いいね。え、そんな。いいね。はい。一歩もダメだ。すみません。主君、ほれ。僕が食べるのですか。無論だ、主君。あーん。ほら、こぼれてしまうぞ。うまいか、主君。うん、私とお前の差を教えてあげる。お前じゃなくて香織だよ。私はゆえでいい。香織の挑戦受けて立つ。負けても泣かないでね。私の目おかしくなったんでしょうか。ゆえさんの背後にあうんと雷を背負った竜が見えるのですが。香織お姉ちゃんの後ろにも大きな白いお顔があるの。二人ともなかなか楽しい旅になりそうじゃ。道に男にいきなりキスするなんてクラスで浮きそうだが大丈夫か。信じらんない。あ、やっぱり彼女と知り合いだったんだ。我が家なのに、なしてそんな。パンジーちゃんとコスモスさんにも教えてあげよう。俺は学校で行くことには慣れてるから問題はないがな。うわぁ、こっちくしょう。シロエさん、あーん。これも食べてください。
しいですか？いや、うまいにはうまいけどさ。主君まだあるぞ。あーん、こっちもです。あーん、あの、あーん、あー、誰か助けて。あっ、ずっと気になってたんだけど、パパってどういうこと？本当にはじめくんの子供なの？しなさき、誰に産ませたの？ゆえ、シアさん、それとも変態さん、答えて。はじめくん、カオリ、落ち着きなさい。まさか他にもいるの？一体何人払わせたの？こんなんで大丈夫なのか、俺。はあ、信じらんない。ん？何よ。もしかして君も如月を待つゆくんに尽くしたいのかな？そんなわけないでしょ。それにこいつだって私に興味持ってないわよ。そうよね。おなんでないのよ。すみません。はい、如月を待つゆくん、僕は君のためならどんなことでもやってみせるよ。だから遠慮せずに何でも言ってほしいかな。ずっと気になってたんだけど、パパってどういうこと？本当にはじめくんの子供なの？しなさき、誰に産ませたの？ゆえ、シアさん、それとも変態さん、答えて。はじめくん、カオリ、落ち着きなさい。まさか他にもいるの？一体何人払わせたの？こんなんで大丈夫なのか、俺。